はい、今週もですね、中日広島というところを振り返ってまいりたいと思います。まずは4月27日ドラゴンズ戦ですけど、まあここはね2対1ということで大野にやられたというところですけどもね、ただ大野からね、あのドラゴンズのセリーグを代表するエースから佐藤がねホームランを打ったのは素晴らしかったけどね。すごいですよね、この、まあ、1年目のこの時期にエース級の、まあ、去年沢村賞のピッチャーじゃないですか。そうですね、うん、ホームランを打ってくるっていうのはやっぱりすごいですよね。そうだよね、かなり厳しいところを疲れながらインサイド、そして外に逃げるスライダーっていうところでね、こう厳しいところ疲れながら、やっぱり同じこれだけの一流投手からも打てるっていうことは、本当にこう本物というかな、証明をしてますよね。この試合なんか大きなポイントというか、まあ大きなポイントというか、やっぱりこう両チームね、エース西大野というところでやっぱこう投手戦になったっていうところで、もう西も非常に丁寧にやっぱり両サイドついて投げたんですけどもね、ミスでやられたとかね、そういうところはなかったと思うんですけどね。ただまあ回のその木下とか根尾とかっていうところでね、回のところでやられたっていうところはちょっとこう当然クリーンアップと集中する局面が違ってくるんでね、ちょっと回に休むと救われたかなっていう感じはしますよね。じゃあ4月28日の次、はい、ね、ここもちょっと1対6で負けてしまってるんですけど、ここは、まあ、ここはね、ちょっと青柳がやっぱり、悪すぎたね。開幕からずっとこうね、非常に低めにツーシームシンカーっていうところいいボールをこうずっと低めに集めてたんですけども、その辺がこうなんていうかな、ゾーンが上がってですね、低めにゴロアウトを取れるという、そういう青柳らしいピッチングっていうのがちょっと影を潜めた、そういう投球内容でしたね。投球の結果としては6回2失点じゃないですか。内容が悪かったっていう感じなんですかね。そうですね、はい、まあ、2点でシーボスで、そう2点で抑えてるけどもね。で、まあ、その後を受けた、まあ、小林投手だったり、まあ、岩佐田投手だったりっていうところが投げてるんですけど、ここリリーフ陣ですか、はい、いや、もうこの特にこう小林投手がね、非常にこう、まあ、石、鍛冶屋と離脱した中で、この小林投手っていうのは非常にこう頑張ってますよね、だから先発が早く出た時のこう勝ちパターンの岩崎、岩佐田、そこにつなぐ非常に大きな駒になってますよね。この試合でちょっとまあ2本ホームラン浴びてしまった岩佐田投手とかはここまで結構良かったと思うんですけど、うん、まあまあまあ、そういうこともあると思うんだけどね、やっぱり長いシーズン特にリリーフ陣はね70試合近くやっぱゲーム投げていくわけですから、その辺はやっぱこう日々気持ちを切り替えていきながら前向きに次の日も試合があるわけだから、その辺がこう先発陣とリリーフ陣の気持ちの入れ替えっていうのがね難しさあるよね。先発の場合はこう6日間ある1週間ねあるところで、やられたその6日間の中でこう調整して、メンタル的なところも調整する、そして、投球フォームとかもしっかりと調整していくんですけども、リリーフの場合はもう次の日また試合があるわけだから、そこでやっぱ気持ちを切り替えて、よしもう一度やり返すっていう、そういう強い気持ちになってね、やっぱり、次の日のグラウンドに出てこれるかどうかっていうのが大事になってくる。そういう意味でこうやられた後に入っていくゲームっていうのが大事になってくるんだよね。なるほどなるほど、うん、まあ、という流れでですね、次の3試合目の4月29日の中日戦に行くんですけど、ここは6対2で、はい、勝ってますね、はいはい、この試合はどうですかね、うん、まあ、この試合はもうやっぱり、なんといっても大山じゃないですか、はい、4番の仕事をしっかりとしたっていうところで、まあ、初回に、ね、タイムリー、そして3回にはスリーランというところで4番の大山が4打点を挙げたっていうところでね、それとさっき言ったその小林が非常にナイスリリーフしたっていうところでうまくつないでいきましたよね。そうしたらね、こう同一カード3立てをっていうところがね免れるっていう、その3つ目のこう集中力っていうのかな、チームのね、はい、その辺がしっかりできてますよね、うん、やっぱり一応だとやっぱりドイツカードで3連敗はできないっていうところで、うん、やっぱり初回からガーンと行ったっていうところで、これでまさしく4番の仕事っていうところじゃないですか。移籍後初登板のチェン投手はどうでした？あ、チェンもね、まあ本当にこうチェンらしいこうなんていうかな、リラックスした軽いフォームで、軽いっていうのは重量感を感じる、そういうピッチャーじゃないんだけど、ただホームベース上でやっぱボールが伸びてくる、そしてチェンジアップっていうところでやっぱフルス相手にしっかりと投げれましたよね。なるほどなるほど、まあ、今後もちょっと外国人枠問題もあってね、使い方がどういうふうに、そうだよね、ちょっと難しいところではあるんですけど、うんうんうん、こうやってチェン投手もこうしっかり投げてくれるというか、まあ、状態が上がってきてるので、なんかいろいろ期待はできそうですよね、うんうん、そうですね、やっぱりこう本当に外国人枠っていうのはね、まずエドワードを外してチェンが入ってきた、来週ぐらいからまた他のピッチャーアルカンタラとかいろんなピッチャーも入れていかなきゃいけないでしょうから、その辺が非常に本当難しくなってくると思いますけどもね、うん、まあまあもう一回チェンは来ると思いますけどね。それと終盤最終回 の9回ね、はい、やっぱり梅野中野っていうところの点差を広げるタイムリーっていうの
が、まんべんなく1番から9番まで本当こう得点をできてるっていうところの強みね。特にこの好調梅のね、やっぱりあの回のポイントになってますよね。中野もこうして木浪にちょっと先発取られた後は負けてられないっていう、そのやっぱりチーム内で山本、木浪、そして中野とね競争してやってますから、非常にこういい感じでチームの雰囲気っていうのはねできてるんじゃないですかね。じゃあ次4月30日カード変わって広島戦ですね。はい、この日から無観客試合になって、てるんですかね甲子園が。そうですね、はい、この試合からはねお客さんが入らないっていうところで、まあ、チームとしてその選手としてやっぱこうプロ野球の選手としてやってる以上、ちょっと寂しさというのは あると思うんだけどね。やっぱこうなんていうかなホームラン打ったりとかタイムリー打ったりとかいうところでこう湧くところっていうかな、観客のその、はい、声援であったりそういうところはやっぱないんで、こうモチベーションをこうなんていうか上げていくっていう、そういう難しさありますよね。やっぱりお客さん入ってもらっていいプレーを見せてっていう、そういうやりがいみたいなのがあるんで、はい、そういう意味でこう本当無観客っていうところの選手も難しさはあると思うんだけどね。ただもしっかりと画面を通して見てもらってる方とかね、ためにしっかりとした戦いをしたし、それとやっぱり秋山でしょうねこの試合は、前回ねジャイアンツにやられたっていうところを反省して、スライダー、カットボール、ツーシームっていうところで、本当に本人も言ってましたけど、フォークボールっていうのをねちょっと多投してたのが使わずに横の揺さぼりっていうのかな、そういうところでしっかりとこう7回3分の1を投げれたっていうところでね、まあベンチとしてもあそこ7回をねしっかり投げ切ってくれて、まずその8回にマウンド立ったところで完封っていうところがあったんでね、完封させたいっていうところがあったんで、球数も100球届いてないっていうところなんでね、ただ一発打たれて、あのあとね切り替えてやはりこう高度を取っていければ、まあ、8回を投げ切って9回スアレスというふうにいけたと思うんですけども、7回3分の1でやっぱり連打ねされましたから、そうですね、ベンチとしてもやっぱりこう難しいところなんですよ。あの1イニングだけあと2人だけ、投げ切ってくれ、8回を投げ切ってくれっていう思いあるんですよね。やっぱり それをしちゃうと今度本当に、同点まで、持っていかれるケースになってきますから、はい、まあ、スパッとこう岩崎にスイッチしたっていうのは良、かったんじゃないですかね。で岩崎もナイスリリーフ しましたから、はい、でこの試合で一応12球団最速の20勝到達らしいんです、はいはいはい、もう今年はもうぶっちぎりの1位を目指してこうやっていく中で、このタイミングでもう20勝も勝ってるっていうのは、やっぱもう阪神の今のところの好調を表してますよね。いやその通りだと思いますよ。やっぱこう2005年よりもねハイスペース、ペースの、まあ、2003年以来で、20勝到達っていうかね、非常にいいペースでいってますから、本当このままでいくと2003年を上回るぐらいのマジック点灯っていうところをね、そこまでいっちゃいましたか。ちょっと早いですけど でもそれぐらいの勢いはあるってことよ、やっぱり ね、2003年の時の本当強さを感じますよねぐらいの、だいぶ楽しみですよね。楽しみです、はい、ということで次の試合5月1日がちょっとまあ中止ですね、雨で。そうですね、途中で、はい、3回、途中で雨で中止ってことになりましたんで、こういうなんか途中までこう試合があって雨で5回まで行かずに終わってしまう時って、こう選手はどういう心境なんですか。5回まではなんとか試合成立したいという思いありますからね。特にもう先発ピッチャーはね、もう3回まで投げちゃうとこやっぱりなかなか明日にスライドってことはできないんで、やっぱりそれは難しいところなんでね、やっぱり3回まで行っちゃうと最低でもゲームが成立する5回は やりたいという思いがやっぱり、みんなありますよね。もうヒット打ったらもう記録がなくなるわけだからね。そうですね。なかなかどうですか、その次の日の調整に影響したりはするもんですか。そういう意味ではだから野手陣はね切り替えてすぐできると思うんだけどね、まあ、ピッチャーはもうスライドはできないよね。まあ野手はすぐ切り替えられると思います。じゃあ次5月2日の日曜日の広島戦ですね。はい、もう7対3で勝ったけど、はい、ここはもうやっぱり4番に座ったっていうのがびっくりしましたけどね、佐藤がね、はい、そうですね、ルーキー佐藤が、大山どうしたのかなっていう感じだったんですよね、ね休養ではないんですかこれは。いやまあ積極的休養とは言ってますけども、うん、これは内部に入ってないと分かんないよね。まあまあまあ、なんかちょっとした故障があるのかっていうところでもやっぱりこう隠したいとかいう部分もあるんでね、どうしても。まあ確かにそうですね、おっしゃる通りです、ね、これはもう本当に、中に入ってる人間じゃないと分かんないし、まあ、ちょっと積極的休養しては早すぎるなっていう感じもしないでもないしね、4番として。まあまあでもなんかその代わりがたくさんいるから早めに休憩を取れ
ってるっていう、そういう可能性もありますよね。まあまあ、あのずっと固定メンバーでね戦ってきてるわけですから、うん、まあ、8番以外はね、そういう意味ではこうちょっともう休まさなきゃいけないっていうところもこうあったと思うし、で選手の層としてね、4番に佐藤を入れて陽花を6番で使っていくとか、うん、そういう起用もできるわけですから、はい、うん、それはやっぱりこうゲームが負け出すとなかなかできないんで、やっぱこうして勝って貯金があるうちに早め早めにこう先を見据えてっていうかなっていうことがやれますよね。やっぱりチーム状態が悪い時これやれないからね、なかなか。うん、そうですね、うん、余裕がない時はなかなかね、はい、できないですもんね。そう、ちょっとしたあれでももう試合に出ろっていう感じ出さなきゃいけないからね。やっぱり貯金があってこうして、チーム状態もいいってなると、そうしたあの休み方もできるわけだからね。休養した中で今日はまあしっかり勝てて、特に4番の佐藤選手ですよね。今日はもうこの選手のやっぱりね、一撃でガンケルも救われたということじゃないですか。うん、満塁でのあの逆転ホームランはね、素晴らしかったですからね。あれだけのこう低めのチェンジアップをこう拾い上げるっていうのね、ちょっと前に空されてはいたけど、こうヘッドが残ってたっていうところで、ヘッドを残しながら拾いましたよね。はい、打球で打球速度170キロ超えてるらしいですね。もうほぼあの佐藤選手の打球は170キロ超えでしょ。あの打ち方で170キロ超えるって相当すごいですよね。でもいやすごいと思う、うん、本当にもうその真ん中ベルト近辺をねフルスイングしていってるわけじゃないんでね、どっちかというと右手一本でこうそれぐらいの球速が出る、打球速度が出るっていうのはね、やっぱりこうパワーを感じるし、やっぱり投球へ飛ばせれる、そう持ってるもんっていうのは違うなっていう感じはしますよね。で今日投げた馬場投手も今日もあの1回無失点に抑えてますけど、そうですね、だからもうあとそのガンケルを継いだ馬場、小林、岩貞、岩崎、最後のスアレスとね、完璧なリリーフっていうかな、0点で抑えていってるわけだから、馬場、まあ、昨年ねちょっとこう後半から自信持ってきたっていうかね、やっぱこうフォークボールという武器を持ってますから、馬場小林とね安定してくればね、当初は石井、梶谷っていうところがね、来たしたと思うんですけどもね、先発が5回で降りた場合にね、やっぱりこう6、7と投げていけるピッチャーっていうのが大事になってきますから。でも、今日の先発のガンケル投手ですね、まあその、うんうん、勝ってはいるんですけど、ちょっと調子自体は良くなかったのかな。良くなかったね、はい、はい、今日はやっぱこう両サイドの制球っていうかな、どっちかというと四隅にこうきっちりと集められる低いゾーンで、しかもこう角にですね、スライダー、カットボール、ツーシームっていう両サイドで集められるピッチャーなんだけども、今日はちょっと全部中にっていうのがあったし、どうもちょっと高かったよね、非常にね。前回はもうちょっとね、後半にリリーフ陣が打たれてこう勝ち星を逃したっていうのがあったけども、今日の場合みたいにこうしてやっぱり5回ね投げて、あとその裏にこうホームラン出て、勝利投手になるっていう、そういうこう運っていうのも持ってますから、こういう勝ち運いうのは大事ですから、今はだからガンケルが非常にこう勝ち運に恵まれてるというピッチャーなんでね、これは大事にしていってほしいし、その間に自分の中でやっぱり自分が投げてて一番こう本調子ではないな、調子もう一つ良くないなっていうのは自分で分かるんでね、その辺を次の登板に対応していってくれたらいいと思うんだけどね。なるほど、だから本当でも勝ち運を持ってるのは大きいと思いますよ。そうですね、これで無傷の5連勝ですからね、はい、貯金5つあるわけですから彼で。そうですね、それすごいですよね。そういうことです、はい、現段階でというか、うん、この時点でいつも一人で貯金作ってるっていうのは、はい、これは大きいですよ。まあ月間もね視野にはあると思う、入ってくると思いますけどもね、はい、4月のね、じゃあ、はい、ちょっと、まあ、総括してみて振り返ってどういう、まあ、1週間だったですかね。やっぱり総括してやっぱりドラゴンズに1つ2つとやられた後に、3つ目はやっぱりこう集中して取れたっていうのが大きかったと思うんですよね。その3つ目取れて、そして挑みなしで甲子園帰ってきてカープに連勝できたっていうことで、終わってみれば3勝2敗で貯金を一つ作ったというところで、毎週こう借金を作らないようにね、借金で負け越さないようにっていうのが一番の、はい、今の置かれてる位置なんでね、無理しないように貯金借金を作らない、負け越さないっていう1週間を過ごせてるんで、そういう意味ではこう連敗でスタートした今週、終わってみれば3勝2敗で貯金一つできたっていう、これは本当に良かったんじゃないかと思います。21勝してるそういうチーム状態にいるわけだから、貯金もそれだけ、たくさんあるわけですから、はい、常に勝ち越して1週間を終わらすっていうのが一番、ベストだと思います。はい、ということで次来週ですね、ちょっと軽く予想だけ、まあ、来週はね5試合ということなんでね、ヤクルト2試合 DeNA3 試合っていうところなんで、ここもさっき言ったようにやっぱり勝ち越すっていうところで、まあ、ヤクルト打線ですね、非常にやっぱホームランをねやっぱ2桁打ってる選手が、たくさんいるわけですから、はい、ヤクルトはやっぱ打線です、はい、ここをしっかりとピッチャーね西倉
先頭で、抑えているというところが大事になってくると思います。西青柳とね、もう村上、山田、この辺をしっかりとマークして、この前にランナーを出さないようにね、ランナー貯めて長いのを打たれないようにという、そういう投球内容を見せてくれると思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、DeNA はね、相性はいいんで、本当に思い切って横浜でも暴れまくってくれると思います。ということでね、こういう結果になりましたけども、来週は皆さん何勝何敗か、コメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。